どうも、ハンソンクルージです、ピクニック動画ということで今日は外で撮ってます。今日ですね、何を買ってきたかというとこちらフロレスタです。まあ、以前にもちょっと一回フロレスタのドーナツ食べたことあったと思うんですけど、今日はね、なんかキャンペーンでちびまる子ちゃんとのコラボ企画みたいなのやってて、ちびまる子ちゃんのまるちゃんとまるちゃんのお母さんの顔のドーナツ売ってたんで、それ買ってきました。期間限定なんですよ。まる子ちゃんは常に売ってるんですけど、12月1日から10日まではまる子とおじいちゃんで、11日からまる子とお母さん、21日にはまる子とお父さん、1月2日からはまる子とおばあちゃん、1月12日からはまる子とお姉ちゃんという感じで、まるちゃん一家のメンバーが、ね、次々と入れ替わりでドーナツの顔になって販売されるということで、これがね可愛いんだよな。じゃじゃん、はい、まずまるちゃん可愛い。でこれがお母さんです。まるちゃんのお母さん、これドーナツなんですよ。ちびまる子ちゃんテレビアニメ化25周年と12月23日に公開される映画を記念して発売されたものだそうです。きなこチョコと普通のチョコと、口は多分いちものチョコですかね、で作られてます。いただきます。うん、うまい。チョコが分厚い。なんか僕の買ったところでは普通に店頭に並んでたんですけど、冷凍販売されてるお店もあるみたいですね。ちょっと顔なんで食べづらいですけど、おいしい。あのちゃんと穴の開いたドーナツなんですよ。裏側はね、こんな感じです。で、このちょっとおかっぱを再現したこのちょっと飛び出してるところなんですけど、ここはね、アーモンドが使われてるみたいです。うまい。食感がいいな。さあ次はお母さん食べましょうね。お母さんのほらやっぱり髪型的にこう突起がいっぱいあるんで、モコ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 ってしてるんで、多分ね結構歯ごたえはすごいんじゃないかなと思います。アーモンドが大量に使われてるんでね。お母さんいただきます。おいしい。アーモンドなのかこれ、アーモンドじゃないかも。あ、なんか板チョコだ。お母さんのその突起はアーモンドだと思ったらアーモンドじゃなくて、ボタン型のなんかちょっと丸いチョコレートでした。なんだ、アーモンドが良かったな。まあでもこれも美味しいですね。僕あのちびまる子ちゃんといえば、それこそお母さんがなんか太ってきたのかな、太ってきたみたいな回があって、それがめちゃくちゃ好きで、なんかお母さん栗まんじゅうをめっちゃ食ってるんですよね、その回。結果お母さんが栗まんじゅうみたいになっちゃった、栗まんじゅうみたいになっちゃったっていうね、そういうエピソードなんですけど、栗まんじゅう化したお母さんのこうイメージ映像がこうパワーパワーって出てくるんですけど、その栗まんじゅう化したお母さんがめちゃめちゃ面白くて、このエピソード知ってる人いんのかな。あれが大好きだったな、すげえ面白かった。はい、ごちそうさまでした。あ、美味しかった。美味しかったんですけど、あのチョコレートすげえ多いんで、ドーナツ食べてるのかチョコレート食ってるのか分かんないみたいな感じになりましたね。でも見た目可愛いんでね、楽しいですね、こういうドーナツね。はい、というわけで、もしね、あのお近くに、結構店舗数は少ないんですけど、もしフロレスタがある方はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ミスタードーナツもいいですけどね、たまにはこういうドーナツもいいと思います。はい、というわけで以上、ハンソンクルージュでした。バイバーイ。